Okay, guys, welcome to Hell's Paradise or Jigokuraku episode number 2. If you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. So don't hesitate and check that link. And yeah, let's go. I love this anime so far. Well, so far, I've only seen one episode, but I still love it. What a clean cut. Damn. 果たしてその話かは、首が落ちた後に下げの作法を終えた。 How? 本人すら切られたと気づかない。余計な痛みも感情も排した。Okay. 父のこの一投が私の目標となった。It wasn't as clean as his, but still. Damn. For a woman. Huh? She's afraid. Sagiri, Yaiba, meet me. Katana, you are Shinji's notes. Kyofu de Omoknata Katana, Zaini Mokurishimas, Tatabi Katana or Moksir. Do Sreba, Mayoimo, Soremonai. Oh, あの父のようにもし迷いなく殺せる命であれば。 I have to listen to it one more time, guys. I love this shot. I still don't know. Yeah, the pink haired girl is a girl. Is it a boob here?I think so, yeah, okay. I thought it were two men, but yeah. Right, so the question is, are they shinobi or samurai? Because they have like swords, katanas, but they use ninjutsu as well. So I think like kind of mix between these two.Screening and choosing. よくぞ集まった罪人諸君。ここにおわすは第十一代征夷大将軍徳川斉義公。徳川斉義。諸君らが30人殺しの強盗谷尾誠吉。Only 30? 連続放火魔に決まる。世間を騒がせた凶悪犯ばかり。ああ、息苦しい。生徳川みたい。ダメです。新鮮郷に赴き、不老不死の薬、千薬を持ち帰ること。成し遂げたる者には新無罪放免を約束する。この Who was this big guy in the back? Like, he's three times bigger than all of them. この抗議御免状によって。of this certificate, and literally everyone has their blindfold on. How can they see? Look at this. Look at this. Can you see it? Anta, Garan no Gabimaru? Kami no iro to sekakko de pin to kita.私らの世界じゃ超有名人だしね。New character? がっかり。噂より全然チビだし、みすぼらしいし、チビだし。確かに最初こそ警戒したけど、今はまるで別人のように気迫がない。
because he wants to change for his girl. それ以上の極悪人なのか。やっと生きてくる。彼は先日の上陸調査で唯一生還したヨリキだ。ご覧の通り、もはや人ではない。But he's alive. 帰還した折、体中にコブが出ていたが、翌日、それらが開花した。彼以外の60人余りの調査団が消えたままだ。これ。いや。なやべえ島なんて聞いてねえぞ。良いではないか。花になるなど、なんとも神秘的でありがたい。諸君らにはもったいないくらいだ。ふざけんな！本来死罪である諸君らに、無罪は愚か、浄土にわたる機会まで与えるのだ。ご公儀の深い恩情がわからんのか。おい、何もわからねえ島なんだろう。戦略がなかったらどうすんだ。いや、不満があるのなら抜けても構わんぞ。参加は任意だ。なら俺はごめんだ。君が悪い。 So he's gonna get Yeah. What a clean strike. Damn. 一つ言い忘れていた。上陸に際し、貴様らに同行者をつける。貴様らの死罪はすでに決定事項。Yeah. If you turn away, then you get your head cut off.彼ら山田浅右衛門が監視役として同行するのだ。妙な考えは。Hold on. Why is there no one guarding this girl? 歯向かえばそこのと同じ目に遭うぞ。無論同行者を故意に、あるいは事故でも死なせた場合は打ち首。帰りの船にも同行者がいなければ乗船させない。本当に？はい。あ、そう。この男、肝が太いのか、鈍いのか。ああ、はい。ああ、すまんがもう一つ。上陸する前に人数を絞ってほしい。は？船の定員も、浅右衛門の数も限られているのでな。バトルロイヤル。ノーウェイ。絞るって言う。勘が悪いな。つまりあれだろ、この場で雑魚を削れってこった。バクゴー国画面。そう取られても仕方あるまい。ここで死ぬならどうせ使えぬ人材だし。ああ、手縄は外すなよ。OK。 Damn, this is brutalAnd he's just sitting there. Unfazed! Yeah, I guess no one there is dumb enough to attack the Gabimaru. Did they even say how many people have to live in the end? Baka Tonomi. Konna yarikata ni nan no imi aru?手縄じゃまともに戦えん。もつれ絡む。ああ、して主因のものはどれじゃ。罪人たちの中でも尋常ならざる。いや、ガビマル異能と呼ぶにふさわしい者たちでございます。例えばあの男、若いダテラに大盗賊を引き、伊予の山奥に賊の村を作り上げた。 What's his name?あの女は昨年の詐欺和城侵入騒動の下手人。城内の家臣を一人残らず制圧したくの一。剣竜や八州無双と呼ばれた大熊を頭から食べるという大男。刀も槍もまるで通じなかったとか。中でも目玉は生ける伝説ガビマル The Hollow。あちらに。って、あれ、
全然動いてないよ。伝説。この際だから言っておくが、今回の。そもそもこの仕事はお前に向いてないよ。Damn。女がなぜわざわざ刀を振る？武家の娘なら屋敷で静かに暮らせばいい。首切り役人の強盗は無縁に。Are you telling her to stay in the kitchen? お言葉ですが、エーテン殿、できることならそうしていたでしょう。人体を用いた試し切りのほかに、斬首刑、死体から作る丸薬。Making medicines from corpse? How? No!Through the samurai, so they are not shinobi but samurai. Damn. 人を殺して平気なわけあるか。別の選び方を考えてくれんか。いつの間に下がれ。殺人犯だって好きで殺したやつばかりじゃなかろう。エイジは何をしている。こんなことさせられたらたまらんよ。できれば殺しなどしたくないってごく当然のことだろう。ぬけぬけと下道ごときが言うか。嫌ならご免状は諦めろ。それだけだ。通じんな。こいつを殺せば即上陸組にしてやる。え？マジかよ。そこ動くんじゃねえぞ。お主らも無益な殺生は嫌だろう。嫌じゃねえわ。それで生き残れんならむしろ願ったり叶ったりや。避けてんじゃねえ。話し合わんか。戦う気がねえなら黙って死ねや。ああ仕方ない。殺すか。え？殺しに来るなら殺すよ。嫌なんじゃねえのかよ。嫌だよ。でもわしも、yeah. 死ぬわけにはいかんし仕方ない。 Show me. Show me. 何言ってんだてめえ。気が重いんだよ。これからしょうものを考えたら。はあ、やだやだ。最悪。ああ、やだ。おお、オーケー。ああ、Damn!ガビマル、The Hollow。ガランの。ガビマル。これからしょうものを考えたら。おほほ。綺麗にやれば恨まれないのか。私に必要だったのは殺しを恐れぬ強さではなく。
した命を背負う覚悟だったのだろうか。やはりお前には荷が重いのでは。いえ、彼は私が斬ります。貴様らを上陸組とする。族王アザ長兵衛、アザ長兵衛、タミヤ岩鉄祭、抜け人ガランのガビマル、人食いオイラン。 Okay, so Gabimaru is shinobi, but the executioners are samurai. Kunoichi, Keishi no Yuzuri. God damn! Yuzuri ha. Okay. Okay, okay. I like it. I like it. Kurobi Baterin, Moro Makia, Bizen no Daidara Bocchi, Rokurota. Ijo 10 名とする。これより船に乗り、南海に浮かぶ秘境の島へ赴き、不老不死の戦略を探し出す。さすれば自由だ。自由だ。行き先は極楽浄土、常世の国、神仙郷。危険はない。I don't think so. There's no danger at all. Yeah, like anyone's gonna believe that. Sayoni. Okay, guys, that was it for Hell's Paradise Jigoku Raku episode number 2. If you liked my reaction, then don't forget to press that like and subscribe button. It would really help me. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, see you guys next time. Mattane.